棒に施した一結び一結びは、ロープなどを芯に縛り付ける結び方の一つ。一結びは、以下の二つの意味に用いられる。芯に一重の巻きを施すこと。芯に一度回したロープに対して、止め結びを施すこと。英語でも、両者を区別せずハーフヒッチということが多いが、一の両方であることを強調するときは、シングルヒッチやシンプルヒッチということがある。 右の図は2の意味での一結びである。また、2の意味での一結びは、ロープを芯に回した後、ロープの残りの部分を芯とみなして1の意味での一結びを1回施したものと考えることもできる。このように考えたとき、芯にかけたロープに1の意味での一結びを1回でなく2回、施した結び方が二結びとなる。一結びの強度はそれほど高くなく、 他の結び方と組み合わせて使うことが多い。1の意味での一結びは、例えば本結びをした後両端をそれぞれ一結びして、置いたり、巻き結びをした後やはり残りのロープを芯とみなして、一結びしたりするのに用いられる。ボートを岸に係留するとき、一時的にであれば2の意味での一結びを使うことがある。ありがとうございます。